どうも、映画トークチャンネル余計なお世話です。みんな再生してくれてありがとね。私、映画紹介人ジャガモンの斉藤です。このチャンネルは映画にまつわる余計な話を好き勝手気ままにしていこうというチャンネルとなっております。さあ、今回はですね、旧作の、紹介でございます。余計なラジオということでございまして、4回目なんでございますけれども、旧作について話をしていきたいと思います。先日私、タコ映画特集、大ダコ映画特集を動画、アップさせていただきました。見てくれましたかね？あれの、まあ、スピンオフと言いますか。はい。実は大ダコ映画についてね、やろうと思って、いろいろこう調べたりとか見たり見直したりとか、してたわけなんですけども、あれ撮った後に、荷物で、メルカリで届いたんですよ。VHS が。これ忘れてたと思って、そうだ、これも見なきゃと思って、取りこぼしですね。だからね、これはザ・ビースト、巨大イカの逆襲という映画でございます。はい、これ調べたら VHS しかないっぽいですね。で、これタコ映画いろいろ調べていく中で、やっぱりイカ映画もちょっとこう出てきちゃうんですよ。出てきちゃうんですよっていうのもなんかあれですけどそれでイカ映画寄り道しちゃうことがあって、で、その大ダコ映画特集の時話しましたけど、タコだと思って見たらイカじゃねえかっていうね、イカかいみたいなのがよくあったと。じゃ、逆もあるんじゃないかと。このザ・ビースト、巨大イカの逆襲って、イカって入ってるけど、イカだって書いてあるけど、見たらタコじゃねみたいなこともね、あるんじゃないですかみたいな、クラーケン現象ですよ、これはね。はい。なんで、それはあるんじゃないかと思って、VHS をメルカリで3000円ぐらいかな。購入をさせていただきました。で、というのも、表紙見ると、タコっぽいんですよね。ザ・ビーストっていう、まあ、タイトルに、こう、手ですね。足か。足がこう、巻きついてる感じなんですけど、8本なんですよ。触手が。で、8本だし、先っちょをよく見ると、いわゆるイカならではのなんかね、こう、矢尻みたいなことになってなくて、タコの、シュッとしたタコの足なんですよ。あ、これ、あるなと。イカって言ってるけど、なんかの手違いじゃないかと。タコなんじゃないかと思って、見ました。はい、見ました。でですね、イカだったんですよね。タコじゃなかったです。しっかりイカが出てきました。まあ、これ、ジョーズの、まあ、系譜なんですよね。まあ、上品な言葉ではエピゴーネンっていうね、言葉になるんでしょうか。ジョーズフォロワーですよね。だから、やっぱジョーズの影響力すごいんだなって改めて思いましたけど、やっぱこういうジョーズっぽい映画って、無限に作られているわけですよね。B 級から A 級から。ね。で、その中の一本だなっていう感じがするんですけども、なんでその最初にこうカップルが襲われちゃうみたいな、いきなりこう、船が沈みそうになって、何者かに襲われちゃって海底に引きずり込まれるみたいな、感じから始まって、で、その段階ではまだ、ね、タコの可能性あったんですけど、で、姿は形はしっかり出てこないんですよ、最初。上手だから。で、途中で研究者が出てくるんですね、専門家が。で、そいつがね、しっかりね、イカ博士って言ってんすよね。イカ博士って思いましたけど、イカ博士ってしっかり言ってて、こういうイカがいるんじゃないかみたいな VTR をね、漁師の皆さんとかにこう見せるんですけど、しっかりデカめのイカでした。で、それまではイカ博士が出てきて、イカだと思ってた。だから、ザ・ビースト巨大イカの逆襲本編の中で、そのイカ博士も出てくるし、漁師たちもイカだと思ってんだけど、蓋を開けてみたらやっぱタコじゃんみたいな、どんでん返し。イカだと思ってたらタコっていう、その俺ら視点じゃなくて、登場人物たちもイカだイカだイカだって思ってたんだけど、追ってったらタコだみたいなどんでん返しがあるかなーって思ったんですけど、まあ、本体出てきて確信しましたね。しっかりイカでした。はい、はい。泳ぎ方がね、違うんですよね、そもそも。イカは、やっぱシュル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 って、こう、まあ、大群でもいますし、シュル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 って、こう、泳ぐんですよ。スーッと、こう、直線に。なんですけど、タコって、基本的に、海底を這うような、歩くような、歩き方なんですね。だから触手の作り方がもともと、足か、手足の作り方、毎回間違えちゃう、が違くて、
引っかかり、タコの場合引っかかりづらくなってる。でイカの場合は泳ぐスタイルなんで、根本的に触手の作り方が違ったりするんですね。でこの映画でもこう水面水面ので見えるぐらいの海面ギリギリのところスーッと泳いでいくっていうところがあったりするんですけど、まあ、完全にイカ、動きも見た目もイカ、タイトルもイカ、はい、イカです、イカ映画でした。はい、まあとはいえまあイカ映画とはいえね、まあ通ずるものがあるんじゃないかと思って見ましたし、あとね YouTube で日曜洋画劇場でザ・ビースト巨大イカの逆襲放映されてたようでございまして、淀川長春さんが解説をしてくれております、紹介をしてくれてまして、タコ映画についてもちょっとね触れてまして、でイカがこんなにメインになるのは初めてですっていう淀川さんはねおっしゃっていてましてですね、本編見ることはできないんですけども、ぜひそこを予告編と淀川さんの、解説というかね、紹介、さよならさよならさよならもありますし、興味ある方は見てみてもいいのかななんて思ったりしましたけれども、やっぱタコ映画っていうところのね一個ちょジャンル、淀川さんもっとタコ映画について話してって思ったんですけど、短い尺ですからあんまり喋ってくれてなかったんですけども、はい、でですね、とはいえね、その見てね見ました全部で、ただやっぱ VHS ならではでというかね、やっぱ劣化しやすいんですね。途中でこう急に音が消えて、でまたこう音が出てきて、しかも巨大イカがバーって出てくる盛り上がるところでこう音がフェードアウトしていくんですよ。でイカがいなくなったらまた音が戻るみたいな、でイカがまた出てくるってな、わー盛り上がりそうってなったらもう下がっちゃって聞こえないみたいなことが続いてまして、で後半になっちゃうともう完全に無音、ずっとサイレントの状態で、まあ字幕だったんで一応筋は追いましたし、ただその音とかいろんな緩急の演出みたいなものはごめんなさい 120% はちょっと楽しめてないです。もう半減してます 50% サイレント状態なんで。でも見ましただしね、エモい気持ちになりますね。VHS のこう価格が 16,000円という時代で、さらに最初に予告編がね4本ぐらいあって、それも全部見ちゃいましたよ。はい、予告編全部音聞こえたんですけどね、はい、本編はほぼ聞こえませんでした。なんですけど、まあだいたい筋とかね流れは分かった上でっていう状態で感想の話になるんですけど、いや結構ね本格的にやってて、なんか B 級映画のイメージする方多いと思うんですけど、実はちゃんとユニバーサルで作ってて、で原作もピーター・ベンチェリーさん、これね、タイトルのところにもジョーズのピーター・ベンチュリー原作っていうふうに書いてあるんですけれども、失礼しました、ピーター・ベンチュリーですね、はい、なるほどと、そういうこうジョーズの流れで、まあ、映画自体は96年なんだけど、かなりジョーズからね30年以上、20年かぐらいは空いてるわけなんですけれども、そういうこう要は本家からやってまいりましたみたいな、ジョーズの原作と同じですみたいな感じのね、押し出し方をしてるんですけど、いやいや結構ね魂を感じる映画で、ジョーズでやれなかったことやろうぜみたいなところを結構やってます。話自体はもうほぼジョーズなんですよね。要は観光名所になる場所だったのに、そこにイカが現れちゃって被害が出ちゃって、で、なんか偉い漁師とか、荒めの漁師とか、専門家が出てきて、いや、イカは退治した方がいいよ、みたいな話、いや、大したイカじゃないだろ、みたいなことの攻防戦みたいなことをやって、で、イカが一匹、ね、倒したと思ったらそれは本体じゃなくてもう一匹いてみたいな、基本的にはもう展開はもうね最後も船で出てって退治するぞみたいな感じで、ベース展開はまあ同じ、まあ、原作がどこまで一緒なのか分かんないんだけど、ジョーズでやっぱやれなかったこととか、ジョーズとの差別化しっかりやろうぜみたいな感じがやっぱりね見てすごい取れます。ここの裏にも書いてあって、マトリックスターミネーターの SFX がスタッフが放つっていうことで CG も出てくるし、あと、ミニチュアも出てくるし、特撮実物体作ってやるとか、あとねどうやって撮ってんだろうみたいな、その触手がこうぐるぐるぐるっと人とか船にこう絡みつくような場面とか、すごくねスムーズに自然とね本当に怖え触手だみたいな、怖え身巻きついてるみたいな感じとかねしっかりやってて、たしその一匹をイカを釣って終わった殺したと思ったらもう一匹だったっていうのも、このサブタイトルの伏線回収というかね、要は子供のイカを殺しちゃったと、でその親のイカが切れて襲ってくるみたいな、なんか怪獣映画じゃないけどなんかそういうこう路線にしてる。だから展開を
面的には同じなんだけど、実はちょっと違う。あとね、ラブロマンスがしっかり入ってる。まあ、なんかチャラめの博士みたいのがいて、そいつがこうチャラめの女の子と出会って1時間後ぐらいにはもうめちゃくちゃディープキスするみたいな、早みたいな、ちょっと心が追いつきませんっていう、ところはあったりするんですけど、もともとこのジョーズの原作がね、実は三角関係交えてたりとかっていう、こう、ドロッとしたラブロマンス要素が入ってるんですよ、原作。でもそれを、スポイズしちゃったのが、まあ、映画版なんですよね。映画版ジョーズ。だから、もしかしたら、ピーター・ベンチョリーの原作に、自体にもそれが入ってたのかもしれないけど、ジョーズで、省略しちゃったことしっかりやろうよっていう、そのラブロマンス的な雰囲気をしっかり入れてきてます。そのチャラめの女の子が、港でね、語文をじゃないけど、送り出したりとか、で、実際船に乗るそのところでも、おじさんおばちゃんで、いい感じの二人がいたりとか、そういうような、上手になかった部分っていう部分もあるし、あと兵器ね、イカを捕らえようっていう兵器も、なんかめっちゃこだわってメカニックで、NASA から取り寄せた、パイプっていうかその素材を使ってるんだみたいな、感じで、ガジェットがすごい楽しい。なんかニコニコしながらやばそうな博士が、イカを捕まえる、本当はサメ用なんだけどさ、とか言いながら、イカを捕まえる罠について、兵器についてこう話してたりとか、そのワクワク感みたいなものも、ところどころね、やっぱりアップデートされてますよね。はい。上手でやれなかったことしっかりやろうみたいな、感じをすごく感じました。で、個人的にはチャールズ・マーティン・スミス、アンタッチャブルのね、会計士かな、はい、の役柄のこの俳優さんがね、市長さんなのかな、町長さんみたいな感じで出てきたところとかも、いやー、こういう役似合うなみたいなね、まあサイレントだったんで、音は聞こえてないんですけど、表情だけでよくわかるというかね、そころもすごくこう、ハマり役で個人的に上がりましたね、あ、出たみたいな感じとかもあったりします。はい。あとね、やっぱその上手にないなくちゃんと違うアプローチしようとしてるのが、イカの生命を守ろうとするっていう側がちゃんといる。上手の時っていないじゃないですか、研究対象として扱おうみたいな。まあ、飾ってね、観光地としてこういう話題にさせようよみたいなのあったりしたけど、そこそエイリアンじゃないけどさ、この、いや、これ貴重な生命体なんだからみたいな感じの博士側、そう。博士側がこうしっかりこうそういう、割り切れない、そのしっかり対峙して命が大事だっていうところに、まで行ってない、ゴジラの博士じゃないけどね、そういう志村隆史じゃないけど、なんかそういうね、面白み、人間のグレーな感じとか、とかも失礼しました。ちゃんとあったりして、そういうところとかはね、やっぱね、いいな、みたいな、楽しめるな、みたいな。まあ、若干ね、ちょっと人が多すぎて主人公誰なんだろうっていう、結構中盤までわかんないし、なんなら終わってからも、あれ主人公これ誰だったんだろうとか、よくわからん、みたいなところもあったりします。で、イカならでは、ね、イカならではの場面もいっぱいあって、船を下からイカが絡みついて、こう、ぐる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 回して、こう、船がわーっとやって回転して、洗濯機みたいな、わーみたいな、キャーみたいな、イカメリーゴーランドみたいな、イカならではじゃんみたいな感じとか、触手がこう巻きついてきて、いろんな人をこう、引きずり込んだりとかっていうサービス精神みたいなものとかは、めちゃくちゃいいし、ところどころやっぱりそのイカを映す場面が、こう、すげえどうやって撮ったんだみたいなのも多いので、かなりね、これ満足度ちょっと高い。はい。音割りで見たい。しかしもう、こんなの売ってないだろうということで、ぜひ DVD、もうサブスクでもいいですし、そっちでね、ちょっとね、展開してもらえると、嬉しいかな、なんて思いました。はい。ということで、今回はですね、幻のイカ映画。イカだったなね、イカだったなーって感じですけども、ザ・ビーストについて、紹介をさせていただきました。もし皆さん、イカ映画で、いや、イカ映画も面白いっすよ、みたいな。この映画もイカ映画ですけど、最高っす、みたいなのがあったら教えてほしいし、引き続きタコ映画、これもいいタコ映画ですよ、みたいなのがあったらね、引き続き、よろしくお願いします。ジャガモンド斎藤の余計なお世話は、タコ映画、そしてイカ映画を応援しております。ということで、皆さん、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。本日も最後まで聞いてくれてありがとうねー。